どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、3、40代の方向けの綺麗に流す前髪の作り方についてご紹介します。前髪のねスタイリングでちょっとお悩みの方って多いかなと思うんですけど、例えばね、前髪うまく流れなかったりとか、あとはこうペタッとしてしまう、バランスがねあんまり綺麗じゃないっていう風にね思われる方も結構多いかなと思うんですけど、そんな方向けにね、自然な感じでふんわりして綺麗な毛流れができる前髪の作り方になります。なのでいつもね、前髪でお悩みの方、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。前髪の長さはだいたい目隠れるぐらいの、このぐらいの長さです。じゃあ次に、流したい方向と逆に前髪を一回止めていきます。今回はこちら側からこちら側に流すので、前髪を反対方向に持ってきて、ダカールで止めます。ではドライヤーの弱風で根元に風を当てていきます。じゃあ温まって、少しね、あの熱が冷めてきたら外して、この状態で置いていきます。今横に止めて、ドライヤーでかけたんですけれども、そうするとね、少しこの辺に立ち上がりが出ます。次にコテを使っていきます。だいたい 1,2,3 等分ぐらいにして、順次に巻いていきます。この時にはもう流そうと思わずに、単純にこう内巻きにカールをつけるような感じで巻いていただければなと思います。この丸みがついた状態で櫛で溶かしていきます。でこの時に流したい方向に向かって溶かしていきます。でバランスを整えたらこんな感じで完成です。はい、こんな感じでやってみました。結構ねシンプルで簡単なやり方だと思います。ただ注意点1個だけあって、髪の毛が濡れてる状態では絶対やめてください。それやっちゃうと変な跡がついてしまったりするので、しっかりと乾いてる時にやるのがおすすめです。こんな感じでご紹介させていただきました。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。